ん、何それ、目に焼き付けるだけの時がジャンプしてるのを眺めとけってことですね。おっそす、北斗が如く、続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。さあ続いては鬼の住む村、なんかそんなところに行けってお話でしたけど、とりあえずジャグレを探すっていう感じでいいのかな。お前、おー、やっぱゴフややん。おー、その強さを増すばかり、いつでもゴフやにてお待ちしております。それでは。あれ消えた。とりあえずなんか装備をいろいろ、バレた、逃げる。装備整えたら行くっていう感じやね。行きますよ。敵いっぱいだよ追いつかれたよ。お、お、なんだ、あどーん、女の子大丈夫か。思いっきりぶつかったぞ。うん、大丈夫、ごめんなさい。いや、気にするな。ケンシロウも謝れよ。だから言ったろう。お、誰、ちゃんと前を見ないと誰かにぶつかるって。ごめんなさい、俺の妹なんです。おてんばなところがあるけど決して悪い子じゃないんです。うん、怖い人じゃないよ。お前も黙ってろ、俺が謝ってるんだから。あ、またなんかいる。そいつはその程度のことで怒るような男ではない。あれ、レイが来た。なんじゃい、レイさんだ。あ、知り合いなの。ああ、彼はケンシロウといって俺の友達、うん、いつから友達になってん。今回は剣だからよかったものの、このやつでは危険な場合もある。今後は気をつけるんだぞ。はい、うーん、なんやろ。あ、どうした。そうだ、俺たちのお店来てよ。お詫びになるかわからないけど、おやすさんにサービスするよう頼んでおくからさ。あ、ジャンク街の裏通り。あ、約束だよ。じゃあまたね、ケンさん、レイさん。あ、なんか新しいお店を紹介してくれるためのイベントやったのかな。イソロ、両親を亡くして行き場所を亡くしていたあいつらを引き取って世話をしているんだ。ええやつやな。犯人は見つかってない。いや、またなんか来た。あ、雑魚、指令か。あいつらの世話をしている店主。レイさんがここにいるって聞いたからよ。ちょっと伝えたいことがあって。ん？なんだ？実はさっき二人の両親の知り合いっていう商人、怪しいな。本当に知り合いなのか？ああ。間違いない。あの子たちもおじちゃんって呼んで懐いてた。ほう。なんかでも裏ありそうやね。あいつら納得してるのか？いや。あの子たちにはまだ引き取る話はしてない。これからそのおじちゃんを交えて店の方で話す予定。ほう、そりゃ寂しいけどよ。うちみたいな貧乏な店じゃ贅沢もさせてやれないし。なんかでもお金のためにおじさんが来た。
そんな悪い予感もしますけど、近いうち店に顔を出さないとな。俺もそろそろ行くとしよう。ではなっけん。いやレイ、しかしその青色かっこいいな目立つけどな。ジャンク街裏通り、行けってことなんでしょうか。地図見るとこの辺にびっくりマークがあるけど、あ、店主、さっきのですか。存在感がちょっと薄すぎて、どいつ人物かわからんけど、俺のことはいいんだ。あの子たちを助けてくれ。合ってるっぽいですよ。おじいちゃん来たね。子供たちは嫌がった。聞く耳を持たなかった。例のおじちゃんが豹変。あら、おいおい、豹変するようなおじちゃんってやばない？バザール西通りの方、ついさっきレイさんも来てくれてな。事情を一通り伝えたからレイさんも向かってるかもしれん。わかった。こんな時代には救いの神様なんてのはいねえのかな。それに対してのコメントは特にしないケンシロウ。よし、じゃあそっち行こう。バザール西通りはどっちだい。なんか後ろからすげえ追われてたけど、あー、この辺やね。こいつらじゃあこれおじさんかな。こんちは。にゃは、何してんの？ん？なんだてめえ。こんにちは。子供たちがここに連れてこられたはず。帰れやって言われた。おいバカここにいるのは間違いないようだな。いや、お前が勝手にポロンチョしただけで。とりあえず戦闘なのかな。悪いよければ全てを知ってな。お、左のやつはなんかちょっと強そうな雰囲気あるけど、どうなんだい。あ、なんか HP のゲージの色変わってない。バースト、はいはいはい、強なったケンシロウで、裸ケンシロウでいくよ。ぬんぬん、あいな、あいな、八門九段。あ、そんな強ない。お前、お前もぬんぬんぬん、来ました。いつものやつ、普通の雑魚やったね。でもちょっと敵が強くなってきたかもよ。なんか来たぞ、またハゲが。倒れてます、倒れてます。これおじさん、例の商人。なぜ兄弟さらった。ああ、なもん決まってんだろうが。赤い奴隷は高く売れるからだよ。すぐ教えてくれた。漁師の知り合いではなかったのか。知り合いだ。最後まで知っているんだからな。あら、その言い方、まさか。あら、あいつらが悪いんだよ。親のせいで被った損失、子供に補ってもらう、至って自然なことだろ。二人はどこだお前聞いといてさ、ケンシロウ聞いといて、その返しはちょっとかわいそうじゃない。取引先もう知るわけないだろ。あのガキ今頃はもうこの子たちのことか。お、レイだな。普通に来たよ。
なんでそいつらが。レイの方が子供より顔ちっちゃない。残る仕事あと一つ。さあどうする。お、こいつらにこっから先は見せたくない。あとは任していいか。あ、俺なのね。水でもガソリンでもイデアルでも何でもやる。だからどうか命だけは。そうやって命乞いをする人間を貴様は何人も手にかけてきたのだろう。行くぞ二人とも、うん、じゃあねおじちゃん。おじちゃん、子供に見放された。畜生、舐めやがってクセ野郎が。覚悟はいいか。こいつもまたやるんですね。おじちゃん、お、ちょっとおじちゃん動ける、動けるハゲ。レベル30。急にそんなレベル高いやつよこしてくるんですか。でもおじちゃんレベル高いだけでそんな大して強くないかも。あた、あた、あた、あ、さよならおじちゃん。おじちゃん死にました。片付いたな。レイたちが待っている。あの店に戻ろう。もうパッと戻らしてよ。さあ来たぞ。うん、見る。よかった、本当によかった。お前たちが無事で本当によかった。ごめんおっちゃん。いや、うん、俺の方こそすまなかった。結果的に危険な目に遭わせちまって。お前らに幸せになってほしかったんだ。俺たち幸せだよ。うちは贅沢もできねえし。え、贅沢なら幸せなの。俺たちは贅沢じゃなくても幸せだよ。おっちゃんと一緒ならええこと言うやんけ。うん、うん、いいよね。ああ、幸せにしてやるよ。ああ、ああ、もちろんさ。もう二度とお前らを離したりしない。ずっとずっと一緒だ。ああ、いいね。レイ笑うてるで。これでよかったのかい。なんか言うて。うん。おじさんが二人でただ無言で歩くのちょっと怖い。今回は世話になったな。これは礼だ、取っておいてくれ。レイの肩当て。おい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 、それはそれは一番最後吹っ飛んでからマミヤが手にするやつ。幸せの定義、まあな、お金持ってから集まってくる人間とか学生時代の友達とはまた違うとか思うときあるよね。ってことで、いろいろまあサイドミッションやってたんだが、いい加減行こうかな。お前たちバットでいいんかな。何か言おうか。なんか違う気がする。バットじゃなくてジャグレか。お前に話せば。準備はできたみたいだな。行くとするか。とは言ったものの問題が一つある。鬼月村は荒野を出て西、ほう、その途中に普通のタイヤじゃ通れねえ鉄ぐし座し路面が広がっている。そこを通る頑丈なタイヤを用意しなきゃならねえ。はあ、それないの。全部出っ払っちまってな。あら、誰か持ってる人いないの。
高知の集落のメカニックに依頼。うん、よし、そこに行く。なんか分からんけど行こう。うん、えで、よし、荒野の西側だ。事態は一刻を争うか寄り道はなしだぜ。そんな、散々寄り道してこいって言ってたのお前やのに。そんなサイドミッションあるんやったら、なんでもっと早く呼んでくれへんかった。で、行くのね。とりあえずは西側の方に行けってことよね。なんか地図見たらマップ見る限りすげえ追われてんやけどさ。めっちゃいるで。振り切れ振り切れ。どこまで行くのこれ。めちゃめちゃずっと移動してますけど、目的地どこよ。あ、やっと目的地らへん来たっぽいぞ。あそこか、これか。どうだ、おっしゃ、来たか。よし、オーケー。おっさん久しぶり。おお、若そうなやつやで。はあ、誰かと思ったらエデンの衛兵隊長。なんかあったのか、またじいさん。じじいとばばあはほんますぐいなくなったりとかさ、すぐ捕まったりするよね。俺も手伝う。剣は村長に話を聞いてみてくれ。どれが村長。ん、村長、あれか。ただの年寄りっぽいけど。何があったん。ふーむふーむ、ほんまにこれ村っけ。あ、それを見かねた四隅が食料探しに出かけていった。一向に帰ってこなくての。うん、あ、見たところかなり腕が立つようじゃが、バギーも持っているようじゃし、四隅を探してこいと。うん、あー、四隅の種もみ。なんか嫌な予感。はあ、南へ向かったはず。なんかめんどくさいサイドミッション出てきたよ。サイドミッションって言ってるけど、ほぼ絶対やらなあかんやったら、もはやそれはメインミッション。行くんかな。おほん、うん、あれ、ジャグリほったらかし。普通に始まった。一人でやれということですな。お、あ、燃料残りわずかとか言われたけど、そんなとこ全然気にしなかったわ。とりあえずは種もみじいちゃん、あ、脅されてる。あ、おじい大丈夫か。助けてくれ。わしはこの種もみをどうしても村に届けなければならんのじゃ。この種もみはどれ、どこに持ってんの。身を結べばあんたらにも分けてやろう。それまで待ってくれ。やっと探し出して一週間何も口にせず戻ってきたんじゃ。すごいな。そう、もうでもアホやなこいつらな。種もみを食おうとしてんねもんな。どう考えても頭あるよな。おいおい、なんじゃてめえ。老人話してやれ。邪魔すんじゃねえよバカが、死ねえ。発想がもう。すぐ死ねとか言うからもう特に変わった様子はない。あー、弱すぎー。すん。
いるこの戦闘こんな一瞬で終わる戦闘いる？うむ、あ、ジジイ、うんむとか言ってたけど、これを集落まで頼みます。これは種もみなんじゃいや、今ある食料はいずれ消える。だがその種もみさえあれば米ができる。毎年毎年米ができるんじゃなんか音楽流れ出したよあー、もう食料を奪い合うこともない、争いもなくなる。今日より明日なんじゃいやー、そうやな、10日の間探し回って予約するだけじゃ。頼みます、それを集落へ行こう。おじいさん、あんたの集落へ。あ、ジジイは今回は、あ、普通に生きて帰りました。なんじゃこれ、種もみじゃ。お、無事じゃったかよすみへえ、なにこれこれで集落は助かる。ありがとう、ありがとう、豊穣の奇跡なんかわからんけど、一個ミッションクリアしました。ジャグレ、わい、あー、種もみじいちゃん、じいさん見つかったんだってな。そうです、襲われてましたよ。よし、おっしじゃないやろ。 お前も村長の幼なじみで、そう用があったんですよ。タイヤください。バギーにつけてやっただろ、あれじゃダメなのか。ダメだ。うん、そういえばそんな話だったね。スペア何本か持ってたよな。いや、悪いが売っちまった、今は一本もねえ。よ、あら、何しにここに来てんじゃ。結構スピード出るんじゃねえか。うん、200キロ以上出るぞ。いや、もっと出たぞ。エデンでレース、ほう、レースに勝てってか。いくつかの素材と合わせてカスタマイズすれば新品同然に使うことできるぜ。よし、早っ、ジャグレ早っ。ほんでまた戻れと言われている。あはん、喋りかけられない。じゃあ一旦エデンに戻るのかな。今回はジャグレが乗っているこの演出いる？はあ、ああ、燃料残りわずかって言ってるけど、帰れる？たどり着ける？途中で燃料なくなったら痛いどうなんやろうな。燃料いっちまうぞ。このまま走り続けてええんかな。ていうか町はどっちでしたっけ。ガス欠だ。あ、ガス欠、走行不能。再挑戦って何？え？どっから？あ、村出たとこがこれ。どういうこと再挑戦って。ガソリン切れたらあかんのは分かったけど、どうやってガソリン補給すんの？そのやり方を教えてもらってない気がするんですけど。ガソリンください。あ、お金かかる系なのか。まあまあいいでしょう。ああ、お金でとりあえずガソリンが補給できるっていうことがわかりました。あとはこれで
エデンに帰る。なんとか行けそうです。の、ただいま。相変わらず忙しそうだな。少し問題があってエデンに戻ってきたところ。お、バット、なんかやってくれそうやん。頑丈なダイヤ必要なんだが。ジャグレが普通に喋ってる。お、レースの件バットは知っているなら俺に任せてくれよ。お、開催者と知り合いなんだ。マジか、頼むぜ。レースの準備ができたら俺に話しかけてくれよ。お、じゃあ早速お願いしていいです。あー、レースに参加する以外、これなんやろうな、景品交換。ようわからん。ではもう行きますわ。これで勝てばいけるって。なんだこれは。どれ、とりあえずこれか。ビギナーズカップの初級。めっちゃあるやん。相変わらず豊富ですね、ミニゲームが。ごとくっていう感じですね。さあ、BGM はいい感じですけど、はあ、お、いきなり始まる。レース中は通常の小家探索地とは異なり、耐久力が自動回復しなくなる。なるほど、始まる。ダメージ食らうなってことよね。待てや、こらこらほら、なんか取った。は、あぶーん、なんか取ったで。BP? あ、取れへん、取れへん。あ、ジャンプでみたいになった。飛んで、じゃーん、しょぼ。このなんだ、あ、これがあれか、さっきバットと交換しようとしてたやつ。多分それに使うやつってことやな。あ、ちょっと待って、もうブーストでけへんやん。あ、ギューン、あはーん、なんか取ったけど。ほんま200キロ出てる。あ、ゴール。こんなもんか。ボアテング、ルーカス、ツイエク。勝ちました。まあまあ必須イベントやからな。さすが剣だぜ。だろ。タイヤのジャンクパーツも無事に入ったぜ。カスタマイズでジャンクパーツを使えるようにすればいいんだよな。ほう、なんかいろいろまだいいんやな。カサンドラのあたりでたくさん拾えるらしいぜ。なんかちょいちょい拾ってたね、そんなやつ。素材探しに行こうぜとか言うてる。嫌です。もう持ってんじゃないの俺。用意できたか。多分あると思うけど。これでいいんかな。カスタマイズ、タイヤ、これよね。足りてる？足りない。マジで言うてる。めんどくさ。じゃあ荒野に出ろってことね。あー、あれか、白いやつ。あ、めっちゃ時間かかった。ほんまにこの辺、カサンドラ辺まで来ないと。持ってへんやね。めんどくさかった。さあこれでちょっとトキさんにお会いして。ああ、ガソリンもまだここで給油せなあかんのよな、多分な。トキ、久しぶり。ケンシロウ、待っていたぞ。
現在のエデンの状況を伝える。うん。鬼付き、そのような風土病を聞いたことがない。あ、そうなんや。狂犬病の一種ではないかという推測はできるが、もし、本当に病であるとすれば治療できる見込みがある。いずれ私も出向いて治療する方法を見つけてやりたい。だが死の肺の影響、原因不明の不治の病。いやね、あら、そんな選択肢。うん、トキさんがそんなこと言わないで。なんか新しい極意はあります？ケンシロウ、まだお前に伝えられるのないんかい。能力の解放が不足しています。なんか解放してればいけるってことなんかな。ちょっと解放したけど、これでどうだい？うん、極意。お、伝えるべき極意ある。お、一個進んだよ。ではケンシロウ、私の極意、しかと味わってもらう。なんか新しいのもう一個もらえそうですよ。ケンシロウ。おい、行くぜ。聖水の回避。あ、またなんか、何それ、目に焼き付けるだけの。トキがジャンプしてるのを眺めとけってことですね。ふわっと OK。 なんじゃこれ。で、あとはトキを倒せってことですね。OK だ。その攻撃、避けんの腹立つ。壁に追い込んで時をはめていく。はめろはめろはめてまえ、時なんか。やめてやめて。あら、奥義奥義。 OK。 あら、時さん。かわいそうな時。大丈夫？大丈夫だ、まだまだやれるぞ。とりあえずなんか新しい技いただけました。よし。時との修行5回。今でも、もう新しいのはないから、また能力を解放しつつ来るってことですね。新しいパーツが欲しいな。めちゃ長旅やったぞ、おい。の用意できたよ。これで今度こそタイヤいけるよね。 OK。 これでダダーン、これでええんかな。他なんか特に帰れないもんね。 OK、 完成だぜ。よし、これで鬼月村いけるな。やっと。こっちこそ楽しかったぜ。で、またバットに話しかけることでレースに行けますよと。 OK、行く前に準備をしておくか。一旦別行動。準備ができたらまたここまで来てくれ。ええって、行くってば。だから、ここ行くのか。合ってます？合ってるっぽいね。 OK、 これで通り抜けたってことかな。チャス、衛兵がおります。警備順調か。ジャグリ隊長、警備は順調です。アリノコ一匹通しておりません。野暮用で鬼月村まで行くことになった。この先ジャグリ隊長というと危険かもしれません。
まあ、剣もいるし、なんとかなるだろう。行こう。絵の五分を。ほう。どう？この道を抜ければ鬼月村だ。ああ。ここでも十分薄気味悪い場所だけどな。急に喋るね。うん。剣。一つ、お前に謝っておくことがある。なんじゃ？なんだ？実はな、俺がいつも持っているショットガンなんだが。うん、あったね。ぶっ壊れちまって、今修理に出してるんだ。で？だからどうした？あ、そうやな。わからねえか？鬼月に襲われても俺は何もできねえかもしれねえんだよ。パンチはパンチ。なら案内はここまでで十分だ。あれ？一旦引き返すぞ。お？待てバカ野郎！ここまで来て今さら引き返せるか？どうするじゃこれ？貴様に顔向けできねえ。何よりあいつに言う男らしさを。いや、なんでもねえ。お前好きやん。なんか言ったらけんしろ。とにかく俺は何が何でもお前を案内する。さっさと車を出しやがれ。一応車では行けるのかな。なんかちょっと奥の方煙燃えてる演出みたいなの見えたけど。おお。おい。おい。引き返すなら今だぜ。なんかめっちゃ雰囲気変わったよ。怖いのか。うん。どれが怖いだ。俺はエデン衛兵隊長のジャグル様だぞ。逃げていようが、じゃがっていようが、頭引っ抜いてお手玉してやるよ。あら、どうした？お手玉見たかったな。石でも踏んじまったか。これは骸骨。お手玉せよ。お手玉にして遊ぶのではなかった。あかん、なんか俺ちょいちょいケンシロウと同じこと言ってる。もうここは奴らの縄張りだ。そのようだな。周りを見てみろ。何がいる？あらー。ジャグラー、俺から離れるな。守ってやるよ。お、ほんまに強靭と化してるやつらなのかな。あー、真っ赤です。おいでなすったぜ。ああ、どうやらここがやつらの巣のようだな。巣って？野党ばっかりやで。後ろにいろ、ジャブレ。おい、キャン。あらら、あら、見てみろ、ジャグレ。え？何をだよ。あら、すっきり。どうなってんだこりゃ。説明は後で。来るぞ。どういうこと？うーんって。ジャグレはどうなんの？一緒にやるの？鬼月、普通に戦闘っぽいぞ。ジャグレいる。あー、でもめちゃめちゃ軽いというか弱いというか大したことのやつらですよ。あ、なんか裏があるのか。あ、あら、開いた。石ころで攻撃。ジャグレ、あ、戦闘のまま移動ができる。ジャグレー、どっか行ったよー。あー、なんかやっとあれやね。
竜が如くでもこんなんあったよね。ずっと戦闘しながら進んでいくダンジョンみたいな、そんな感じってことかい。そこだ。あ、出てきました。相手にせんくてよくない？やる必要ある？ああ、いっぱい出てきたわ。あーちゃー、めちゃめちゃでも全員弱いよ。ただ多いよ、数だけ多いよ。あちゃ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 数だけ多いからうっとしな。あちょっとちょっと攻撃させて。無駄なあがきはやめろ。骸骨剣、これが続くのかい。さっさと、ちょっとちょっとちょっと、まあまあまあ、ケンシロウ頑張れ、倒せこのやつだ。ちょっと待って、なんか無限湧きじゃない、そんぐらいいっぱい出てきてる。リンチリンチ、ただのリンチ。あ、レベル上がったわ、ありがとう。あ、ちょちょちょ、ガラブリ、思った通りに動かせないのがちょっと残念なのよな、このゲームな。せっかくのケンシロウ、思った通りに動かしたい。何でもねえよ。どうした？すまなかったな。ああ、なんか今の反応怪しいよ。じゃぐれ、あ、やっとでかいのが、おいでなすった。くそ、こいつは一体何なんだよ。じゃあバーストしてさっさと、ん、終わらせるよ。あちょーん、うん、うん、もう、もう、もう、ストレス、ストレス溜まるわ。思った通りに避けてくれへんかな、ケンシロウ。こいつらぐらい。頼むぜ。痛い。はっはっは。もう、もう、小疲れてる。ケンシロウがずっと小疲れてる。あ、ちょ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 、あ、ちょ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 、思んないぞ、思んないぞ、ここ爽快プレイさせなさい。なんじゃい、ありがとう。あ、感謝された。ケンシさん、説明しろよ、ケン。こいつらはどうしてこんな、うん、この鬼月たちは、うん、この前のお前と同じく今日の剣を受け心を壊された人間たちだ。うん、そういうことね。なんだって、どういうことだ。言ったままです。つまりここにいる鬼月たちの正体は名と騎兵剣でやられた者たちの末路。うん、じゃあもしあの時俺も手遅れだったらこうなってたかもね。ああ、今頃お前もこうなっていただろう。想像するだけでゾッとするぜ。じゃあ俺先を急ぐぞ。治りはしないのかな。殺すしか方法なかったってことなんかな。じゃあ俺、ああもう、俺はここに残るぜ。ん？何？俺はエデンの衛兵隊長だ。うん。俺たち衛兵隊がもっと早く凶王を倒していれば、こいつらは鬼付きにならずに済んだかもしれねえ。いやでもゴロ付きが多いから。そうだよ。なんかすげえやりきれねえんだ。だからせめてこいつらは俺の手で埋葬してやりてんだよ。犯罪者の可能性あると思うんですけど。心配すんなって、ここら辺の鬼付きは多分剣が全部倒してくれたしよ。うん、それに、何に、こいつらが生きてたって証を作ってやりてんだ。どうした、じゃあ俺。分かった、俺は山頂へ行く。へえ、
下山の時ここで合流しよう。いいの？全員野党とか犯罪者集団、そんな感じがするから、むしろ今日はめっちゃええやつ、そんな可能性も出てきたよ。お、綺麗なところ、ようやく山頂か。お、誰かいるね。驚いた。まさか鬼月村を抜けてここに来る者がいようとは。誰だ。何者だ。この山で生きる者だ。ん？鬼月の集落を通らずにここへ来る道を知っている。知らんな。ここで何をしている。山の主として秩序を壊す者を排除しに来た。はあ、おや、あ、ちょ何をする。愛する娘キサナのため。え、死んでくれ。お父さん、謎の男。あれ、お父さんキサナが殺したってそう言ってた気がするんですけど、というか俺回復してない全然。ちょっと待てちょっと、あ、ちょん甘いわ。俺の回復力を見るがいい。全開。よし行こう。これで五分五分だ。レベル25で紫の HP やけどさ、別にゲージ2個分とかそういうわけじゃないよね。よし、バースト。はい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 、ゲンちゃん行くよ。ゲンちゃんが行くよ。空振りするよ。奥義全然当てれないやんけ。もうこういうところゲーム性がちょっと残念だよ。北斗、思った通りの快適プレイが全然できないよ。はいはいはい、もうバースト終わった。つけ、つけられん。ああ、もうストレスたまる。同じ攻撃しかできひんのよな、ケンシロウな。はいはいはい、ぬん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 、いけ。そんなものとはいらんことすんなお前。はいはい、死ね。全然まだまだ。もう空振り多いの腹出すよな、ケンシロウ。はい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 、うん、回復してなかったらでもやられるとこやったわお前。トッキーに教えてもらったなんか避ける技みたいな、どう使うんやろうな。はいな、はいな、もうあとちょっとだお前は。頑張りケンシロウ。せんちょっとケンシロウ頼むぜ。もう一回回復なんてそんなダサいことできんぞケンシロウ。頼むぞ、飛行つけ、飛行つかしてよ。もうぬぬぬぬぬぬぬ、あじゃーん、やばい、負けるぞケンシロウ。負けたら、あ、俺の光をくれてやる。なんかズーン、シュウが急に出てきたけど、やったぜー。ははは、あららおー、北斗、百裂拳。百裂拳めっちゃやるけど、原作ではそんなに百裂拳って実は使ってなかったのよ。
これが北斗神拳か。お、生きとる。ああ。お前が、ナダイなのか。創始者。あの子は、キサナは元気にやっているか。普通に喋ってきたで。殺されたと聞いていたが。キサナから、父親は死んだと聞いていたが。そうです。キサナは私を殺したとでも言っているのか。その通りです。ああ、あいつの勘違いだ。うん、人をどの程度傷つけると死ぬか分かっておらんのだよ。どういうこと。私はキサナに刺された後自ら姿を消したのだ。なぜ生きていることを隠している。どうして娘を助けてやらないんだ。キサナもちょっとアホなんかな。私が生きていると。うわ、すごい場所いるね。頼りたい気持ちと殺したい気持ちの狭間で葛藤するだけ。うん、だから私はこの場所からキサナのことを見守ることにしたのだ。どういうこと。だがまさに今キサナはお前のことを頼りにしているはず。スフィアシティの扉が閉まったことも含めてな。ああ、知っていたのか。下を見ればわかる。ん？あ、そっか、こっから見えるって言ってたね。あ、あれは、あれユリア？ユリア。ほんま？合ってる？あの者が奇跡の間に入ったことで扉は閉まったのだ。うん。彼女が目覚め、寝台から起き上がらない限り扉は開かない。どういうことだ。教えてください。重し扉に似た仕掛けになっているのだ。あ、そんな簡単な仕掛け。奇跡の間の寝台に人が出るとスフィアシティの扉は閉まる。うん。なぜそこまで知っている。3年前重傷を負った妻をあの場所に入れたことがあるからだ。うん。なんだと。何としても妻を助けたかった私はスフィアシティにある石板に記されていた情報を頼りにどんな怪我も治癒できるという奇跡の間の存在を知った。はい。そして藁にもすがる思いで妻をあの寝台に寝かせたのだ。うん。どうなったんだ。驚くべきことに本当に傷は癒えていったよ。すごいよ。おそらくユリアというあの女性の怪我も治るに違いない。うん。どんぐらいかかるんですか。ユリア、ずっと寝てるんですか。なあ北斗の男、一つ頼まれてほしいことがある。なんだ。私の代わりにキサナを守ってやってほしい。なんで。守る。キサナから聞いているだろうが、あの子は私を恨んでいる。そうやな、おかん殺しって聞いてるよ。母親を殺した殺人者としてな。そうです。今さら生きてましたと言って姿を現し助けてやろうとしても戸惑うだけだ。うん。頼まれる前に一つ聞きたい。どうして奇跡の間に入れてまで助けようとした妻を、おう、自らの手で殺したんだ。そやな。うん。俺には理解できない。最愛の妻を殺めるような人間は。そんな。お前に何がわかる。ケンシロウ、ユリア大好きやな。人間というものの本当の恐ろしさを知らないお前に何が。そんな殴らなくても。あの時妻は奇跡の間に行くことを拒んだ。うん。エデンを治める者として立ち入りを禁じた場所に入ってはならないと。ああ、意外とまともや。俺は諦められなかった。ああ、だから苦しむ妻を連れ奇跡の間に行った。ああ、だが何があったんだ。お、どうした？
起きた。こっち見た。あなた、もうダメよ。は？安心しろ。傷は治ってきている。いいえ、あの砂が落ちる前に私の体は治らない。砂？ん？私は死ぬべきなの。何を言ってるんだ。諦めるな。なんかあるんだな。私なら大丈夫よ。あなたと出会い恋をして、キサナのような素晴らしい子にも恵まれた。いい人生だったわ。お疲れ様でした。お前、せめて最後は愛する人の手で。そういうこと？行かせてください。それはちょっとめちゃくちゃな発想だと思うんですけど。お願い、あなた。愛する人の手でって。私は妻を奇跡の間から連れ出し、自らの手で殺めたのだ。ああ、じゃあしゃあないか。近くで娘が見ていることも知らずにな。そうやな、あれは気づくべきやった。お前にそんな私の苦しさがわかるか。わからんな。それで苦しいって言われてもわからんな俺には。すまない。妻を救えなかったことは、ああ今もまだ心に引きずっているのだ。ああ、そうやな、それはなんか伝わるわ。気にするな。その無念しっかりと伝わった。面白かった。今話したことは貴様に黙っていてくれ。多分な。分かっている。話せる日が来たら自らの言葉で貴様に伝えた方がいい。それに勝手だとは思うが、もしもの時が訪れたら、はい、キサナを連れてエデンの地下に避難してくれ。地下？もしもの時、いずれエデンに崩壊の時が訪れる。は？すでにいつ起きてもおかしくはないのだろうがな。ん？今日が関係してるってこと？あら、あなたはまさか。聖、いや聖帝。いや、ほら、お前は聖帝軍だ。サウザーだ。聖帝軍。この乱世を滑る野望を抱く男、はあ、聖帝サウザーの軍勢だ。ああ、奴は波動を歩むべく自らを聖帝とし、強力な武力で次々と村を制圧している。あら、そして次に奴が選んだ獲物がエデン。マジ？俺は一旦エデンに戻る。皆が心配だ。おい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 、サウザーには気をつけるがいい。奴は南東政権の中でも最強の使い手と聞く。南東政権最強の男。めちゃくちゃやけど、シナリオ。エデンの未来は君にかかっている。はい、頼んだぞ北斗の男よ。おい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 、ここでサウザー来ますか。ああ、ショーが終わった。 OK、 じゃあ次回はなんかサウザー編なのかな。ちょっと眠ってるユリアも気にはなりますが、この続き、まだ近い、プレイしていきたいと思います。それではまた。よろしくどうぞ。